今日は、ついに完成しました OB 大阪にやってきております。ここはね、映像を使っていろんな体験をすることができる場所なので、まだ体験してないのでちょっとわからないこともたくさんありますが、今から早速中に入ってみたいと思います。行ってきます。東美大阪の中はこんな感じになってます。ここは手でこうやって動かして反応するの。喉が乾くと、これは今キリンをタッチしています。水は植物から取るのでほとんど飲まなくて大丈夫。キリンはあんまり水飲まないらしいですよ。はい、次違うやつがいいな。マウンテンゴリラはゴリラの生活を大自然の中の 3D メガネを使っているのですごく立体的に見ることができました。このアースクルージングは空をね飛んでいる気分で、大自然の中を駆け抜けることができますので、ぜひ体験してみてください。これはね、待ち時間が人がいなければすぐ見ることができますのでおすすめです。マウントケニアに行ってきたいと思います。マウントケニアに入ってきました。このマウントケニアがあるケニア共和国は昼間はすごい暑いんですけど、夜はすごい寒い、温度差が35度あるところだそうです。で、私が今入ってきたのは、0度のお部屋に入って、すごい強い風がぶわーって30秒間来るんですけど、それで体感はマイナス15度からマイナス20度の体感になるお部屋に入ってきました。すごいね、寒かったですし、なんかこういうところで過ごしてるんやなっていうのがちょっと実感湧きました。楽しかったです。OB 大阪メインのシアター 23.4 に次は行ってみたいと思います。楽しみです。行ってきます。ノクシーの冒険今見てきました。これはウミガメの冒険を広いモニターで見ることができて、知らなかったすごいウミガメの生態とかを知ることができたのですごく楽しかったです。エレファンス、今日の映像を見るコーナーもあります。OB 大阪に入るときにこのリストバンドをもらったんですけど、このリストバンドの中に今日この OB 大阪の中で撮った写真がたくさん入れることができます。で、私も途中一つだけ写真を入れたので出してみたいと思います。ここの出口のところにあるこの機械のここに合わせます。合わせると、言葉が出てきて日本語ねしまして、エントリー完了。じゃん、シングル写真、これを撮ってたんですけど、この写真を写真にしたりとか、あとキーホルダーにしたりとか、マグネットにしたりとか、全部の写真をダウンロードすることも可能です。なので、いっぱいこの中で写真をぜひ撮ってみてください。 OB 大阪出口はこちらのショップにつながってました。大人1人2160円になります。ここの OB 大阪はいろんな動物たちを見て楽しんだりとか、あとはすごくいろんな貴重な体験ができます。あとはこの体を使っていろんなことを体感できるので、ぜひ皆さんそれぞれ楽しみ方を見つけて遊びに来てください。以上です。